しに進むことができます。両足が空中に浮いているときにバランスを保つのは大変です。皆さんには簡単なこともロボットには難しいことなのです。ボールを蹴ることもできます。ボールをセットしてください。狙い通りに蹴るためにボールの位置を見て方向やタイミングを考えています。